破切膵の接着治療の第一症例です。これは1982年9月なんですが、私自身が治療した歯、ここの装着後13年してこういう形で割れて来院しました。本当に私が大学の、これは大学院のアルバイト先でやってた治療で、お知り合いの方だったものですから、たまたまこの時に私は接着剤スーパーボンドを使い始めて約2年ほど経験を持ってて、それでこの接着剤を使ったらこの歯少しでも、まあ1年でも2年でも抜歯を伸ばせるんじゃないかなというふうに考えまして、それでまあお知り合いだったものですから、よろしかったらこれでちょっと接着剤を使って臨床的に保存可能性がありますのでやってみることができますでしょうかと言ったら、もう本当にぜひそうしていただきたいということで、これが初めて私がその取り組んだ症例なんです。の破切線があるだけで抜歯する現状を変える必要があると私は考えております。歯科医療従事者は一本の歯にもっと大きくこだわるべきではないでしょうか。もう今割れたといったらすぐ抜歯という、まあ今の教育もそうですが、これはもう変えられなければいけない時期に来ていると思います。で、インプラントは確かに素晴らしいです。しかしまずは天然歯をとことん残す、そしてどうしてもダメだったらインプラントということだと私は考えます。私もインプラントは結構そう埋入しております。まあ、まずはやっぱり歯を抜かない、まあ、一歯一生一生一歯で示したところで私がちょっと言い忘れたんですが、基本その理念は歯を削らない、歯髄を取らない、抜髄しない、抜歯しない、それが僕は診療理念であると考えておりますので。下野先生、東京歯科大学病理学教室の下野先生に お願いしまして、この4メーター MM テイビビーレジスーパーボンドのパック、まあ、私は MSB パックと呼んでおりますが、まさか式スーパーボンドパックの略なんですが、これの病理組織学的な評価をお願いしてますが、これは歯周パックとして非常に有用であるということが証明されております。接着タンパク発現からの提言ということで、こういう形で有効性が提示されております。で、それできれいに除去したらこれを戻します。で、戻したらこの6番の強側と舌側だけクエン、リン酸で紙面処理して、そこにスーパーボンドを流します。で、よくこの中に入り込まないかという言われるんですけど、それはありません。で、粘膜は乾燥しておくと、ここに封鎖して3日間はここをきれいに接着封鎖しますので、この状態で、であとこの固定はもう1ヶ月から場合によると2ヶ月リンセスメント固定します。で、歯茎部だけは、だいたい歯茎部は場合によると1ヶ月くらい、3週間から1ヶ月くらいの間に歯茎部だけ削り込んで歯間ブラッシングが入るようにして、で、完全にこれが固定する前にやっぱり2ヶ月くらい置く必要があります。こんな細い破切線なんですが、ここにやっぱりバイオフィルムがあって炎症を起こしているんですね。それを掘削して埋めてやり、それを元へ戻します。で、これが抜歯した時の状況です。こんな細い破切線なんですが、ここが歯根膜がなくなっています。で、それを破切部を掘削します。で、掘削したら溝を作ったら、それを乾燥してクエン酸で処理して乾燥してスーパーボンドを流します。で、今はこういう形でシリンジを使っております。はい、今
リーマを使って破切線部を掘削しております。まあ、この掘削する場合にはもうこういうリーマンを使ったり、それからチョンパーファイルを使ったりしますが、で形成が終わったら乾燥して、そしてスーパーボンドを流し込んで、今これはファイバーポスト、グラスファイバーポストを入れてます。でその上から今度スリーブを入れております。でスリーブを入れたら、その次にはここにポストレジンを挿入します。このポストレジンは光重合レジンなんですけども、実はこのポストレジンが光重合レジンであるために、これを硬化するとき発熱しますので、その発熱がまた硬化を早めます。それとこれはあれですね、ロート状歯根に近くポストが太いですね、そのためにスリーブを横に入れて補強します。でそれで実はこういったものをきちっとしたグループとして発足したいということで、 PLM21 というものを来年の4月から発足するので、構想としてはすでにこの2007年にこういった構想を持っております。でこのまずこの内容ですが、歯科医師の質が社会に問われるようになって久しくなります。偽パラ事件や架空請求からも、最近では中医協を巻き込んだ収賄事件など社会から糾弾される事態が起こらないため、このような状況の背景には国の医療費削減策や歯科医師過剰にいる経営難などが要因として挙げられておりますが、現行保険医療制度の在り方と歯科医師のプロフェッショナリズムに問題があるではないでしょうか。